それは俺たちも予想してなかったことですよ。あとで話す。無理だ。どうやったってそいつは脱げるわけないさ。ダメだって小僧だぜ。無理だ無理だ。もう1分と15秒だよ。鼻の頭かいてて。おい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 、お前ら何をやってるんだ。小僧だ。ここは幼稚園じゃない警察なんだぞ。仕事にかかれ。5分以内にこの校則服が脱げるって言うんでね。もちろんだよ。あとどうなるんだぞ。おい、金は銀行に預けんのか。家帰って真似するんじゃねえぞ。何だおい。もう終わりだよ。リクスに金を払って仕事にかかれ。おい、時間見てくれ。まだ22秒あるぞ。バカ。おい、どう信じられるかよ。よく調べろよ。どうしてできたんだ。前に肩を脱臼してから自由に外したり入れたりできるんだよ。だけど痛くねえのかよ。ああ、それは痛いさ。入れる時が一番痛いんだよ。やあ、驚く。入ったな。負けたよ。正気じゃないのよ。金は置いたぜ。精神科の先生が何ですか。いつでも相談に乗るわよ。ああ、そいつは個人的じゃなく仕事の上ってことにしておこうぜ。あなたはどうしてそんなバカな真似をするの。ここの連中以外いいかもがいないしね。金がいるからさ。おい、まだ払ってないやついるだろ。払ったぜ、あっとめ。なんて野郎だお前は。俺に見取られて死ぬかと思った。あんたみたいな男に抱かれて死んだんじゃ様にならんや。ふざけたやつだって。ロジャー、安畜生らは全部成敗したのかよ。あの世へ強制送還さ。本当か。ないでくれ。ロジャー、初めて言うぞ。ああ、なんだ。あんたいい男だよ。みんなが来る前にキスしてくれ。おい、弾でも撃たれたのかい。知らない。